ず東西南北に分かれて強い気配。これはただ事じゃないね。私は秩序支配で変な影響を無視して正確に気配を認知できるけど、他の人はどうしてるんだろう。こんなの迷子になるよ。かなちゃん、ちょっと助っ人に行くのだけど、ここから一番近くで気配が強いところは。ここからだと、つくよみとシェインだね。つくよみの方は大丈夫だと思うけど、シェインが心配かも。わかった、晴天で探りながら行くわ。ホウカやカナちゃんがいるから大丈夫だと思うけど油断しないようにね。うん、最悪時空支配で別空間に逃げるよ。こっちはついさっきネルとベルも帰ってきたし、こうしともに盤石、今はどこよりもここが一番安全だよ。失礼しますね。誰、あんた、あの暴力女の仲間よね。今外は大変なことになっています。そのことについてムーナさんは知っていますか？ベルディア市長が動き出したのね。目的は知んないけど、ここにいれば安泰なんでね。わざわざ探る気もないわ。何？黙っていられるとわかんないんだけど。あなた、このままだと、死にます。結果、今ここの状況は、一応全員この訓練場に避難してるわ。気づかれたり、しない。それに関しては大丈夫。とは言えないな、敵の目的は不明だ。ファルドラの行動はともかく、もう一人の行動が今のところ不明瞭すぎる。今はベルがオーラを持っている。私は今力になれない。ここは月下や放火に任せるしかない。しっかり頼むぞ。わかったわ。だが時すでに遅しってな。ここはすごいな。まさかこんな空間を作って拠点を構えていたとはな。要注意人物だから後をつけさせていたがまさかだな。待って、私の真正面から現れた。どうやって、全然反応できなかった。あのゾウムゾウ、お前の目でもあり、隠れ身のでもあったのか。なぜ直接ここに来た？狙いは何だ？要注意人物といっても私は現実世界の外部で力を使っていない。バレるなんてありえん。まずい。クリスピラス、家で放火さんですら手も足も出なかったのに今の私が同行できる相手じゃない。あんた、入り口にいた私たちの仲間はどうしたのよ。殺した、あいつの能力も厄介だからな。邪魔になりそうな力は全て殺す。背後から脳天一撃で即死だっただろう。外で血を出して痙攣しているさ。すごく痛い。だけど反射的に後頭部を守ったからなんとか。カナちゃんは多分大丈夫。証拠にこの空間が壊れていない。とりあえず死んだと勘違いしてここに来てくれてラッキーだわ。狙いは？話すわけないだろ。ただしね。すごいガードだ。俺の攻撃を塞ぐとはな。とりあえず触ってほしくないと思う。うわぁ。ということで、陰湿野郎、ブーメランだと、思う。次から次へと、誰だ、あの変な仮面をかぶった滝は。ただなんだ、おそらくこの中で一番あの強い風土の滝が強く感じる。そこの滝、名前はなんだ。私の名前、何、幼女に気があんの、やめてよね、未成年に興味持つの、君大人なら健全な指か BL にでも興味持ったらどう。なんだこの滝、見た目の割に変態チェックなババあったよな。私はステラ、ステイサ、気安く呼んだら警察呼ぶからよろしく。第二の人生楽しんでるな、放火おばさん。だしねー、やっぱり君子ともなると一筋縄ではいかないからムカつくわね。こいつの一撃、むちゃくちゃ重いぞ、大丈夫だすわね。フードをどうしても逃がないならフードごとギリギリにしてやるわ。髪の毛一本でも落ちてたら証拠として十分。それにあんた、表では結構権力あるでしょ。固くなに顔を出さない奴に限って表の顔が良かったりすんのよ。すごい、若返っても力の使い方は変わらないから全然衰えてない。それどころか筋肉が遺伝よりも CG に反応してるから遺伝よりも強いかも。そういえばベル、ベルはどこに行ったの？奥の部屋、何か急いでた。と思う。奥、そういえばコトカちゃんも奥に歩いて行ったわよね。ホウカとベルが時間を稼いでいる間にホロとコトカを安全な場所に避難させなければ。ちょっと、このままだとヤバいわよ。前衛的作ったから逃げましょうよ。ここにいられるよりかはマシか。せっかくの保養、信用できないが無駄にしたくない。ことか、こいつと一緒に出るぞ、いいか。はい。ムーナ、使え、できる限り遠くだ。わかったわ。どこでもいいから遠くへ。ここは敵の気配はない、安全地帯だな。二人はそこにいろ、私はここから状況を探る。お願いします。私は生きた心地がしないわよ、あそこなら安全だって言うから。だから私が同伴しているのだろう。どうでもいいならお前なんか捨て駒に使ってやるところだ。東京エリア全土に変な気配が漂っているのか。私が一オーラでも持っていれば対処できたのだがな。つくづく運が悪い。
ここからどうするか、主様が一応裏戻るまでの時間をなんとかこいつらを守りながらしのいで、手に入り次第主様と二人で術者を討伐するしかないな。ベルがいるなら敗北はない、時間稼ぎになればいいのだが。おい、ここから少し離れたところで隠れていろ。私は東京に戻る。誰もいない？だと。天遺跡の残骸。まさかムーナ、裏切ったのか。人が下手に出てたら調子に乗り上がって。ことかお土産に自分は助かろうって魂胆か。そ、あんな女を利用しようとした私がバカだった。急いで戻らなければ。戦闘している気配を感じない。交渉中ならムーナだけ殺す。夏砂剣でも殺す。絶命しないギリギリを狙いながら殺す。さて、どうなっているか。そ、この体で肉離れってするのね。私が、万全なら、結果様が出ても人質が増えるだけ。この中なら私はあなたが一番大事。だと思う。自分を話せベル、あれからどうなった？あれから放火が攻めてたけど限界が来た。と思う。わぁ、この分子はクソだこれ。速度も回避も全然、もはやただのサンドバッグ。いや、ただ、一点だけ気になる。あいつ、全然ダメージ受けてないわね。って答えはあるのだけど、皮膚が傷んでいる感触がない。骨が折れているような感触もない。どれも初生一撃目のような感覚。同じところを殴っても同様。そもそも今の私の攻撃力なら骨が折れてだるま落としのように部位が飛んでいっても不思議じゃないのに。なんて強い子供だ。俺の悪視点がなかったらすでに死んでいた。一撃がどんどん重くなっていく。まるで、いや、発言もそうだ。いや、いい、今はもう考える必要はない。俺はただファルドラの邪魔になりそうな奴らを潰しに来ただけ。俺の計画はもう無意味なんだ。クソガキ、最初から飛ばしてると後から代償が来るぞ。わからないか。そうね、あんたもそろそろ本気出してくれないと拍子抜けすぎ。サンドバッグの役割を果たすのはサンドバッグだけで十分なのよ。さっさと光の能力使いなさいよ。あとはそうね、案外近接慣れしている感があるからスピード型なのかしら。私の相手にすらなってないけど。こいつ、俺の戦闘スタイルを見抜きやがった。いいだろう、このまま悪視点でお前の意識を。なんだ、どうなっても死んないから。誰だ、こいつら。はじめまして、ベルディア市長。私はムーナ、モラクス様の市長を務めています。この子はあの月読み白鳳の実の一人娘。この子は使えます。使える？俺の計画を知らないお前が何を言っている。こいつをどう使えというのだ。ファルドラの計画に使えますよ。餌としては最高級かと。ふざけんな。今こっちが話しているだろう。邪魔するな。月読み白鳳討伐に必須な存在か。正直現状あいつがいる段階でこの計画も成功する気が一切しない。今後のことを考えるなら。ありだな。連れて行け。俺も一度戻る。ファルドラに近況を聞いておきたいからな。旅行練習試合会場、そこ見てみしろ。そこが拠点だ。いいわ、了解。すぐにそこに向かうわ。行ってやる。どんな手を使ってでも。このまま返すわけないだろう。お前、さっきの動きでわかった。ダメージ一切受けてないだろ。力の使いすぎで肉離れを起こしたか、バカが。悪視圏対応の顔、光の中にいる間はダメージや状態異常、能力影響を一切受け付けない。それが俺の悪視圏だ。お前じゃ俺には勝てない。バカね、そんな情報を漏らして対策して殺してやるわよ。いいことを教えてやる。お前の想像通り俺は光を扱う。そして太陽の顔、この組み合わせで生まれる意味がわかるか。無敵だ。常に光を生み出す俺が太陽の顔で永久的に守られる。お前らに俺を傷つけることなんて不可能なんだよ。確かに、矛盾と光を扱う私は最も最悪の相性。ならなぜ殺さない？お前の言動や仕草が俺が愛した人に似ていたからだ。お前と戦っているとひどく虚しい気分になる。願うことならお前とは二度と戦いたくない。今回はお前に免じてそこの二人も見逃してやる。追いかけてきたら容赦なく殺す。よく耐えたと。思う。耐えたんじゃない？足を引っ張る取り返したからここにいたのよ。助けたくても放火さんが攻めた時に相手が道を塞いだ時点で今の私程度が叶う次元じゃない？それに、悪視圏を聞いて余計によ。でたらめじゃない？軍師クラス。ふ、私があんな女を利用しようと考えなければ。どっちにしてもあのままだとこっちで犠牲者が出てた。結果的に見たら、いいと思う。ケタカが連れ去られてよかったと言ったのか。お前は、ネルは知ってるよね。私はチェスが得意なの。今は不利に見える一手でも先を見たら最良の一手、勝利をつなぐ一手。
ことかは人質、つまり傷者に価値はない。だから殺されないし、傷もつかない。そしてあんな戦力差がある場面で誰も犠牲者を出さなかったどころか、情報まで引き出した、相手の能力と拠点。ネルは強すぎる、だからわからないんだよ。サクスらも嘲笑う暴君だから、ネルはこの事件では足を引っ張る。引き時き、なんだよ。ずっと琴香さんと一緒にいたのにまるで存在がなかったかのようにスルーされちゃった。これが放置プレイ。きっと誰からの脳裏の片隅にすら残らずに私はこのままここで待っていれば良いのですね。このまま見つけてもらっても面白くありませんね。むしろ脱ぎますか。文字通り全裸待機していたらさすがに誰か気に留めてくれるかもしれませんね。いや、全裸でイナバワーポーズしていれば曲線美を見せつけてしまうかもしれません。もはや美貌の暴力、エロスと芸術は世界を救うのです。どうしよう、かなでさんの無事を喜びたかったけど、近づきたくない。というか一人でやけにテンション高いわね。まだ行きまーい。立てるかご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。